全の問題でありますとか、それから最近では地球環境の中でこの原子力というのはどういうふうになっていくのかというふうな面が非常に注目されていますけれども、経済というところでもやはり原子力というのは非常に重要でありまして、簡単に申し上げますと、原子力発電というのも一つの会社でありますから、この会社が、地元、嶺南地域に会社ができますとですね、そこに働く、人たちが必要になります。で、働くことができるということで、福井の人たちは就職するときに東京へ行ったり大阪へ行ったりということで、人が出て行ってしまうということになってしまうんですけれども、地元にこのような大きな会社がありますとですね、じゃあもう福井で、ずっと暮らして福井で働こうということで、東京や大阪に行かなくても地元で就職ができるということですね。そうなりますと、人口が、減らなくなったりとかですね、また逆にですね、大阪の方から福井の方に働いてくる人も増えてくるということで、人口が増えるということもあります。それから当然会社ですから、そこで働くと、給料がもらえます。で、給料がもらえると、地元でですね、いろんな買い物をしたりとか、家を建てたりとかっていうことで、地元に、いろいろと、お金が落ちてくるというふうなことで、この経済という面で見てもですね、この原子力の役割というのは非常に大きいんじゃないかというふうなことで、研究を始めたわけであります。それで、実際どれくらいのですね、その経済的な変化がこの40年間ですね、原子力ができて、今40年間になるんですけれども、どれぐらいの変化があったのかということを、昨年、データを取ったわけでございます。で、今ちょっと申し上げましたように、人口のところをまず見ていただきたいんですけれども、立地地域、敦賀市、美浜町、それから、高浜、大井という4つの市町がありますが、そこの、まず人口がですね、発電所ができる前と後でどれぐらい変わったのかというのを調べたのがこの、グラフであります。で、ちょっと小さくて分かりにくいかもしれませんけれども、今ここに点滅している、青い丸の部分